モーニング娘。ロッキーメンバーの田中玲奈です。福岡県出身、22歳です。今こうバーッと盛り上がってくれとうのがなんかやっぱずっと見てきたわけやけ、もうそれが当たり前みたいな頭になってたんですけど、やっぱ友達とかがコンサート見に来るとレイナたちの感想よりもまずファンのみんなの感想を言うんですよ。すごいねって、あの盛り上がり方ないよねみたいな、あの一体感、みんな T シャツ着てみんな汗だくになってみんな踊るわけじゃないですか。だけどやっぱそういうのをその周りの人から聞くと、まあ、それって当たり前じゃなく、なんかそうやってなんていうんですかね、みんなでこう盛り上げよう精神がファンのみんなにもあるけん、レナちゃんがそういう気持ちいいライブができよっちゃうなっても思いますね、うん、あ、めっちゃ、だって応援してくれる人がおらんと今レナここで頑張れんし、でもファン様々ですよね、ガチで、はい、優しい、みんな優しい感じがする、街中の人が、ご飯が美味しい、あと博多弁、今もつ鍋が来てますね、なんだかで。めっちゃ美味しいんですよ。もつ鍋語りましょうか。何の違いがあるか。東京で食べたんですけど、めっちゃ油があるところはありすぎるんですよ。ゴーンみたいな。うわ油みたいな。かないか。中間地点にしてよっていう、その中間地点が福岡の店では全部中間地点みたいな。だけど油がいっぱいあっても油っぽくないんですよ、福岡は。でレナの中では思う。え、なんて言ってかいな、なんか大きいんですよ、規模が。なんて言えばいいんですかね、本業、本業じゃなくて、わかります？ちょ、全部単語言っていいですか、とりあえず。人生やろ、本業やろ、なんかこう、自分が輝ける場所。レナの、多分今これから生きていく人生の中での多分一番のこう、ここ一言じゃ表せんけど、これから何があるか分からんけど、今の時点ではやっぱりこう22年間生きてきた中ではグラフにすると、グラフ下がだけん、だけん上ですよ、上中下でいう上、分かります、分かります、そこらへんっていう意味。コンサート、コンサートもすごい好き、てかコンサートが一番やし、次舞台かな、モーニング娘としてみたいな感じで、やっぱミュージカルとか舞台やるじゃないですか。その時やっぱステージ上ですかね、やっぱじゃあね、うん。